元オリドラ1吉田和正、ロッテ入団テストは不合格でした。無念の報告。今後未定。元オリックスの吉田和正投手が10日、ロッテ入団テストの結果を自身のツイッターで報告した。千葉ロッテのテスト結果ですが不合格でしたと無念の気持ちを表現。今後については未定だという。吉田は、元阪神の高野圭介投手と共に11月10日から2日間、テストのためロッテの秋季練習に参加。懸命のアピールも、NPB 復帰は叶わなかった。ツイッターの投稿ではまだ今後のことについては未定ですので、決まり次第ご報告させていただきますとも綴った。大下よりは使えそうやけどな。和製ダルビッシュと言われて納得したのはこいつだけ、細長くて首長い。高野圭介は？ロッテのテストに落ちたならもう諦めつくやろ。1ヶ月待たされて不合格はきついな。ロッテは早く返事したれよ。最初の頃めっちゃすごい球投げてたのにな。どうしてこうなった？ドラフト時に評価爆上げされてたよな、なぜか。現役ドラフト次第では合格だったんかな。1年目に8回1安打ピッチングとかしてて、圧倒した投球もできてたのにな。どうして伸び悩んだんや。西武が前日までこいつ1位指名の予想だらけやったわ。当日になってどっかの局が初めて森友哉の名前出してた。ドラフトの時はロッテ石川以上の評価やったな。先発でも中継ぎでもなんとも言えん選手になった。